はいえー、とお待たたたせいししまー今回からあの放送したらあの放送をちゃんとやる。あの 放送スタートって言ってはいってなったらあの大体あの音が出てないみたいな事故ってるっていうパターンがあったんでもうセッティングの状況からあの見せてやっていこうっていうちょっとシフトチェンジをしておりますなのであのそうしたらあの放送ちゃんと今日放送ちゃんとされてんのかなっていうのもあの分かるかなと思ってそれやってるとまた今日もあの感じですねはいユーストも大丈夫ということでユーストとニコ生の放送を配信しておりますではい あのまずですねがんノートの説明をさせていただきたいんですけれども、えっと、僕キシリトールといって、えっと、自分自身も肺細胞腫瘍の胎児性がんというがんでその中であの、ま、希少がんだったっていうことでかなり情報が少なかったまたあの後遺症ってその情報もなかったっていったところで、まあ、なあの先輩がん経験者から何かあのお金のことだったり仕事のことだったりそれとも後遺症のことだったりとかっていうのを 何か聞,け聞いてそれをなんあの自分の目標だったりとか前向きな情報にできればいいなと思ってこのガンノートという放送をさせてもらっているという次第ですはいそれでですね今日のはいゲストを早速紹介したいと思います今日のゲストは柿本さんですはいどうぞちょっと待ってくださいねはい柿本さんお願いします,ます柿本ですよろしくお願いしますはいえっ、ー、と柿本さんにはですね今日長野からはい 長野県の厚みの市から来ました竹本さん、普通にカッキーって言った方がいいですか、カッキーでもいいですが、がん患者の中では2つあだ名があって、はい、大将って言われてるのと、カッキーっていうのが、2つがあるんで、カッ格好からしても、すごく大将ですよね。<laughs> なので、<う>あのどっちでも、だって今、完全にあの、えー、と放送的に見たら、全然こうなってます <laughs> どこを見れば一番いいのかなっいうのが。<laughs> そうですね。カメラもたまに見つつ、あの普通にカフェで話してる感じで大丈夫です。はい。流ました。でですね、えっ、ー、と今日はあのその大将のお話を、まあ大腸がんと直腸肛門がどちらもやっているっていうですね、大将のお話を聞きたいと思うんですけれども、ちょっと今自己紹介をお願いしてもいいですか。はい。はい。えー、私名前先ほどが言って柿本さとしています。えっ、ー、と今年で35になります。で。 なったのが、えー、と27の時なんで今から7年前です、ね、にあの原発あの大腸がんの部類に入るんですけど直腸肛門がんと肛門付近ですよね、えー、と原発がん、ね、に肛門から1センチ未満のとこにがんがあるという病気になってしまってで肛門をもう取るしかないという状態だったんで、えー、と肛門を全摘をして今人工肛門と言われているものに なってますでその間もあの医者からもそのなったのが実は直腸肛門癌で末期癌ステージ4の末期癌で医者からはもう30歳までは生きられないだろうとちょっと厳しいから今のうちやりたいことをやっとけという話をされて30を超えた時にああ超えてよかったなと思ったら今度また同じ大腸がん。 最初の時も肝臓や肺の遠隔臓器にも飛んでいたのでもう末期がんという宣告だったんですけど、まあ、30を超えた時から大腸がんがまた再発してしまってそこからの闘病生活でもう毎年大腸がんが検査するたびに出ているとでそれ以外にもあのちょこちょこと,右の、えー、と左鼠径リンパ節とかにがんがあったりとか。 いう状況の中でえっ、ー、と今いろいろな、えー、活動がん患者支援の活動の方をしています。はいありがとうございます。でですねあのそのいろいろ活動もされているという中で、はい、まああのこのですねちょっと次写真をはい、うん、当時のえっ、ー、と写真をちょっといただいてるんですけれどもそれがこちらの写真ですね。はい。 こちらの写真になりますちょっと切り替えますね、少々。はい、こちらの写真、えー、と柿本さんはあの消防士かなんかなんですかねいや、これあの、地元の消防団入っていてあの、本職は介護士、介護福祉士としてやってるんですけど、あの地元の方では、えー、消防団にも所属して、あのまあ、地域の。 防災安全の方を担当して、えー、もう消防団に入ってもう十数年経ちますけど、その時の写真ですね。はい。まああのこう消防団にも入られたりだとか、まあ積極的になんかいろんな課外活動もしてたりだとかして、そ,うですね、それがあの柔道もされているということで、でね、柔道の写真がこちらですね。こはい。これが柔道の写真です。はい。ですよね。そうです。 の柔道は何かかきっかけであの始めたのは 6, 歳あ 6, 歳じゃない6年生の時に柔道を始めて、えー、当時あの、まず最初柔道か関わっていたのは親父だったんですよ。うんうん、で、親父が柔道をやってて、て弟が幼稚園生2つ下に弟がいるんですけど弟が柔道をやっていてで親父と弟で死の大会に出て2人揃って症状を重なってきたんですよね。うんうんうん それ見て羨ましいなとで,それまで私柔道やってなかったんです。というのはあの私がんだけじゃなくその首下80%やけど全身やけどしていてでその関係で柔道を始めるの遅かったんですけどそこからじゃ柔道をやる。で柔道を始めても、えー、現役を終えて今指導者としてあの地元の小の 小中学生中心に柔道の方を教えていますね。ありがとうございます。まあこういったあの柔道もしたりだとか、えっ、ー、とですね、あの消防団にも入ったりだとか、この時のお仕事的には何だったんですか。これはもうずっとあの介護士、介護士をされつつ、まあ健全に過ごしていたっていう形ですね。うん、そうですね。ただそれが癌が,んが発覚するっていうことで、ちょっとはい次のテーマこちらになりますね。発覚っていうところで、はい。 当時どうやってがんが発覚したんですかね。あのー、当時は柔道のあの,の試合に国体予選とかバリバリ出てて、うんうん、あの強化指定の指定に入る入らないっていうところのレベルで柔道をやっていたんですけど。あ結構バリバリやってたんですか、ね。もうバリバリですよ。だから酒も飲まない、タバコも吸わない。まあ酒は付き合い程度ででタバコも吸わない。で柔道の試合は端から出てる。で健康 に過ごしてたはずなんですけどちょっと5月6月に毎年やけどをしてるもんね皮膚呼吸をしないんですよねで皮膚呼吸をしない中で、うん、ごめんなさい皮膚呼吸しないもんで体温上昇を起こすんですよね、夏に向けてでその中で39度近い9度それ以上だったのかなくらい熱がやっぱ2週間くらい続いていつも9度近い 熱は出るんですよ、5月、6月でもそのうち1週間とか2週間でふ下がってたから下がらないと、うんうん、やっぱ体調もおかしいっていうところで医者行ってで検査したら何かおかしいで,で最初、抗生物質飲んでもそれでも下がらないじゃあレントゲン取るかでレントゲン取っていったら下腹部がおかしいじゃあ、触診するかって触診をしたらいかが見つかったっていうとこですね。 直診でえじゃ検査では分からなかったってことですか？そうです。あの血便普通ね大腸癌の特に直腸肛門癌っていうと血便が出たりっていうんですけど、それもそんなにそんなにってかほとんどなかった状態だったのでまさかっていうところでうんでレントゲン取ったら下腹部になんかもやがあるからって言われてでそこで CT 検査をしたで輪切りになったらやっぱ お尻の方にでまあ27の時だったんで、うん、まあそのこの医者もドクターもそうですし、うん、私もまさかなるなそんなもんがあるなって思わないからで医者は最初「次郎かなんかじゃねえか」と。うんうん、で四つん這いになって、まあ、生まれて初めてお尻の穴に人に指突っ込まれて <laughs> で中で検査したらもう入れた瞬間にもう激痛走って。 飛び上がるほど激痛だったんですよで医者も「ん?」っていう顔してすぐカメラを飲むとで本来だったら下剤飲まなきゃいけないんですよね大腸カメラっていうのはでもそれをカメラを入れるために下剤飲まずに緊急でやるって言ったらもう肛門すぐ付近にがん細胞があるとでもうその時にですかねそれで大腸がんっていうのが直腸肛門がんっていうのが とりあえず癌が,があるっていう段階でしたね。うん、えその時その癌が,んが大腸癌直腸肛門癌って言いますけど、それはもう一緒,一緒なんですよね。結局大腸っていうのは、うん、全部あの直腸肛門の付近まで含めてが大腸なので、一応大腸癌の中のでもっと部類を細かく言うと直腸肛門癌と。 直腸がんの中のもっと細かくてったのも肛門にあるから肛門がんってふに言われたじゃ肛門がん本当に肛門の肛門にある感じですかそうですねがんが、まあ、なもんでブラギノールの CM とかにでるのがそうそうそうそこ,こうこう,こうなってるちょっとここら辺は <laughs> あそこら辺にでっかく出来物ができてるみたいなも,もう中でで本来だったらその直腸がんがあってそこにがんがあるもんで便が細くなったりするんですけど私の場合その なぜか知らないですけど直々、普通だったらストレートこうなっているのがバイパスができちゃってるとこう横に膨らんでるとか、うんガンに押されたのか何かでなもんで普通に便も通っちゃってたっていうのが<横>そうですバイパスがあるからそんなとこまで体を反応しなくていいのにって思う、ね。じゃあそこで 検査してもらったところで宣告を受けたわけですよね。そううですねもうそこで影があると影があるからもうでその時最初は一人で行ったんです、うん、でおふくろが呼ばれて、まあ、地元のよく行く風邪ひいてもよく行く主治医の先生だったんでまあ、直診された時に親呼べって言われてじゃあ、親呼びましたで検査してる間親が来たんですよね。で、うん、病室室診察室に なななかなかか室に戻してもらえなかったです検査終わってもすぐ普通だったら検査終わったらじゃあ診察室待ち合い室でっていう話なんですけどそれがずっと検査室で待たされてたんで「うん、じゃあ」でじゃあ呼ばれて戻ったら診察室行き,行きゃおふくろがいたんですよ。でおふくろ泣いてるんですよね。何事かと思ったら大腸がんだろうあのもう中中八九大腸がん ですぐあのここってわけにいかないからすぐ、えー、と地元の大学病院の方に行けと。うん、でちょうど次の日がその検査した次の日が、うんえー、専門の先生の受診日だったんでもう紹介状書,書いても次の日にはもうそこの病院行っていろいろな検査治療がスタートしましたね。あじゃあもうすぐ、はい もう結構スピーディーに進んでったっていう形ですよね、うんうん、あの、うん、ほっといたらまあよくよく検査して言われたのがほっといたら、うん、多分がんが肛門から飛び出してただろうとお<ー>そのくらいの距離ちょっと飛び出したのちょっと見てみたいんですけど <laughs> <laughs> まあ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 って、まあうん、いうじゃあ治療に入っていくわけなんですけれども、ねうん、治療でどんな治療をされたんですかね あはもう取るしかないという選択肢、うん、要はあのもう肛門を取るしかない、うん、でで検査をしていくうちに分かったのが右の鼠径リンパ節腸骨リンパ節にも転移があるとなので、えー、そこに関しては右の鼠径リンパ節ということは右の,あの足の付け根というところですよね、うん 腸骨リンパ節っていうあの<骨>要は骨盤の中に入っているリンパ節あの骨盤壊ると、うん、その中によ横長というか入っているリンパ節も、うん、そこも転移してる,してるのでもう切る以外の選択肢が示されなかったでもともと大腸がんっていうもの自体が動く臓器なんで放射線が使いづらいというか使えないと。 要はあの止まってる臓器であれば放射線当てることはいいですけど常に動いてるもんで放射線がピンポイントで当てることができないっていうことでただ直腸だったら今は直腸も抗剤じゃない放射線はやるらしいですけど当時はもう7年前だったんで機類がの選択肢がないと要はこのまま放っておいたらその死ぬんぬんじゃなくまず排便ができなくなると、うん。 はも、取って人工肛門にするしかないっていう、うん。そういう選択肢しかなかったですね。もう、まあ、じゃ、その選択肢しかなかったら、もう、じゃ、あい。切ってくださいっていう。そう,そう、もう、言うしかなかったし、で。あの、介護の仕事をしていたんで、その人工肛門。というものに対しての。知識は。あったんですね。ある程度の、本当、初期の知識は。うん 持ってたんですよね、うん、で実際の人工肛門の方のケアもさせていただいてたのでじゃあしょうがないしその、まあ、正直なめてかかってたっていうのは本音ですね。でそこで外科、えー、手術、えーうん、14時間の大手術だったのかな、うん、その手術をして、えー、でその後に、えー、抗がん剤。 点滴と内服としてっていう治療が始まりましたね。ああ、じゃあ手術して人工肛門がなってから抗がん剤やったんです、ね。うですう。抗がん剤ちなみにど覚えてたらなんですけどど何やりました？えー、抗がん剤はファイブエフユーっていうまあ大腸がん特有のとあのフィオフィリン系の抗がん剤をでそれがこうその抗がん剤やってる最中も困ったことがあって。はい。あの よいなんですよね大腸がんの,その抗がん剤が通いで,でここに胸のところにポートっていうものをも入れるんですけど第1クールは良かったんですよずっと入院だったから入院中にやったから良かったんですけど第2クールが通院になった時にその点滴で抗がん剤入れるんですけど丸3日間入れっぱなしなんですよね。あのペットボトボルみたいなの持ち帰帰って帰るんですけど <laughs> その 病院でやった時に、えー、その抗がん剤入れてるその1時間の病院にいる間に。死にかけまして。ええ。喘息を持っちゃいます。喘息を持ってたら、そこで大発作を起こしてて。あの血中酸素のサチュレーションが。60代まで。血中,血中酸素のサチュレーション。うん、あの。<laughs> よくあの血、血中酸素を測る。要は酸素量。はいはい,はい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 。血中酸、酸素を測る。うん、はい。 のはそのサチュレーションっていうんですけど、はい、それが普通の人だったら90以上なんですよね、うん、その時に60以下に落ちてシアノゼって唇紫になって呼吸困難を起こしてて看護師さん見た時にもう青ざめて死にかけてたらしくて要は前んのくの大発作をその抗がん剤によって副作用で引き起こしちゃって大変な思いを。 な,んで,すなもんでフルセットの本当はこれだけのものをやらなきゃ100%の抗がん剤をやりたいというのも何ヶ月らいですかそれが4ヶ月やるというのをその薬の量を回数はいったんですけど本来1回で入れた100%じゃなくそれをある種の薬を60%くらいまで落として入れるしかないともうそれはもうそ息を起こしてこれで苦しい思いするわけいかないので,でまた その、私がやった抗がん剤って、その、三日三晩入れなきゃいけん、で、うち持ち帰りなんですよ。針が刺さってるんですよね。すごいですね。抗がん剤持ち帰りなんですよ、ね。持ち帰りなんですよ。なんかもう、抗がん剤それって危ないじゃないですか。抗がん剤って基本。危ないもんで認識してるんですけど。うんうん、なんかもう、その、袋に入ってるんですか。あの,ペトトのペあ、ペットボトルか。ペットボトル。ペットボトル五のペットボトル。五百、0百五十ぐらいのペットボトルの中、中に、中にゴム風船が入ってるんですよ。 要はゴム風船が縮む力を使って体の中に液を入れるっていうもんなんですけど多分皆さんこの後の私の一言で驚くと思うんですけど普通点滴の針の抜き差しっていうのは看護婦さんないしドクターないし専門職じゃないですか。 抜くんですよそういうふうにあのピッてこう押すと針があの針の中間点にプラスチックのとこ,こんな形になっているのが付いてるんですよ。それをこう伸ばすことによって針が抜ける状態になるんですよねこう,こうなってるのがこう押すとそういうふうにしてここのやつは自分で怖い思いをしながらピッて抜,抜,抜いて,抜くとてそう針が抜かれてで それ専用の袋を預かるもんでその中に入れて次の外来の受診の時にそれを持って「あ先生終わったよ」って渡すとえー、えー、めちゃくちゃ不謹慎な話しますけどはい、はい、だって抗がん剤ってねあのなんかもう肌についたりとかしたら危ないじゃないですかだからなんかいろいろあると思うんですけどもうやろうと思ったらそれその袋切れるわけですよね切ってぶわってなんか自暴自棄なでできるわけですよね <laughs> あの本当に土地抜くのをやめようかとかあのこれ飲んだらどうなるのかとか,どうかなりますよねなるなる。なったなったなった。ったねだからこれこの肉じゃが入れたらどうなるのかなとか <laughs> 本当だめですよだめですけどけどそこらへんやってくれるんやそうだからあのいろんな患者会出て抗がん剤の話を聞いたりしても私とすれば。 みんんなそういういことを経験してるんだろうって思うじゃないですか、うん、だって今コメントでも私もポート入ってるけど通院中は病院で看護師さんが抜いてくれましたよっていう形うまあ多分普通そうですよねそうだけど持ち帰って自分で針を今どうなってるか分かんないですよ、うん、ひょっとしたら今キッシュが減ったで<う>、ね、え当時何年前 ?7 年前7年前七年前です、はい、これはこればっかりはねもう先生に聞いてください<う>詳細は はい、今どうなってるか分かりません、はい、ただ私の時は針自分で抜け,抜けやてやってましたねあでそれで終わりですか手術やって人工肛門、まあ、今の過程でいうと今手術しましたね手術して人工肛門になって、えー、と見えますかね抗がん剤まで行きましたと、はい、で,でこの次はでその後の抗がん剤も点滴終わった後は今度今度内服,内服切り替わって で、結局、その取った後の抗がん剤なので、うん、あの、うん、術後の予後の再発を防ぐための内服っていうところでずっと治療をしていたんですね。一応、それが終わって全部その手術,手術してからここまでが1年で終わり。 取り合い。抗がん剤はその。三四ヶ月。そう、四ヶ月。半年。で、内服、で、あの、四ヶ月点滴やって、その後半年間。内服。内服。で、一年間。一年間。え、ぶっちゃけ言うと効果はありました。あの、ちょっとなんか。確い このあと30になった時に再発をしちゃってる。ということは、うん、この時は何歳でしたっけが、えー、と28か ?28 歳。はい、次がが再発が待ってるわけですね最初にその医者に宣告された時ステージ4の末期がんで30までは生きられないだろうと。 っていう話を言われてから、うん、いや30個いたよっしゃって思ってたや先に、うんえー、8月だったかな夏に検査したらまた再発が見つかったまあその時はへこみましたねですよね、うん、結構。 来たんじゃないですか。だって僕もね3ヶ月前か再発経験してるんで同じ気持ちかわかんないですけど、うん、結構来ますよね。でやっぱ30っていうのが一つの自分の中であのキーポイントになっててやっぱやっぱ30でダメなんだこっから先生きられないんだっていう最初ののがあったので。うんえー あってもうそっからでその時はあの大腸カメラで撮れる状態だったんでですよねカメラで検診中に大腸がありましたっていうところだったんででそこでカメラで撮ったりしたんですけどえやっぱそこでの再発っていうところで。 え、再発は、その、もう検査して、で、分かった。んですよね。うもう要は、あの、定期検診で分かった。あのー、でも、もう、もうその頃には、もう、人工肛門になってるので、ただ。たまに、血便っていうか、血混じりの便は。もう、自分で見れる。んですよね人工肛門なんで、常に自分の便チェックが。できるような状態なんですよ。あ,あ、そっか。そうなんですよ。あの、今日、ちょっと持ってきたんですけど。お ぜひあ,のあ,あっちのカメラで私が使っていろんな種類があります人工肛門あの人はいろんなものを使っていて人工肛門と、まあ、人工膀胱の人もいらっしゃるその人たちを総称してオストメイトというんですけどオストメイトね、うん、はい <laughs> ごめんごめんで、えー、私が使っているこのツーピースって2つのものを使ってるんですけど、うん、ここがお腹にまに、あ、ここ剥離剤ついてるんですか あの自分の腸の形出てるのはお腹のところ腸が出てるのに合わせて切るんですよ。あのあは確かにここなんかあの何ミリとか書いてある。そう。あの人によってサイズが違うんですよ。ここ何ミリとかって。うん、はい。であの丸い人もいればこう丸くなってる人もいれば形がちょっとこう楕円になってる人とか。 いろんな人がいるもんで自分であのカットするようなものを私が作ってますでその上にこの袋があるんでこれをパチッと止めると一つのパチッとって何でえこれね止めれるようになってるのうおすげえほらこれわかりますこ,こ,こ,このなんかあのジあこのジップロックみたいな感じね イメージかかりますかねこれ見えますここジップロックみたいなやつをパチッと入れるわけですね。パチッとでこの中にで下がこう線になってるんで袋状になってるんですよね。でこの中に要はもう活性菌がないので腸が直接出ている。 状態なんです、ね、おな腹に。なので、えー、ここにどんどん溜まっていくと。溜まっていくと。出す時は出す時はこの下が口が開くのでここから絞り出したり中にお湯を入れて私なんかはあのここにちょっとペットボトルを常に持っているんでお湯があれば理想はお湯なければ水なんですけど、まあ、お腹がこうついてるんで両手でこの中に下から 水入れて1回せんをしてこの中でジャボ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 してちょっときれいにしてもう1回開けて、まあ、きれいにしてって言うなんだけどえこのジャボジャボして出やすくする、ね、そう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 でなるべくだったらこの袋の中常に空にしておきたいですよね<ー>要は常にあの便がここにたまってる状態は嫌なんですね、うん、えそれも人それぞれですよね 対象はあのここ入ってるの嫌だけど僕みたいなズボラな人は別に <laughs> 1> <laughs> 1週間に1回ででいいいやぐらいで思っちゃったそれはね1週間1回無理,無理っていうのは出る量が常に食べた分だけ出るから 1>, 1日であの私も結構そのなるべく出したいんだけど一気に例えば食べた日とか。 すごい出た時簡単にこの中パンパンになってあ溢れ出た溢れちゃってここから漏れちゃったりとか肌がこうついてる部分からこういう間からあこっからも漏れることがあるので,で常に形のいい便だったらいいんだけど例えばお腹下して水溶便だったりでやっぱ腸が短くなった分便の状態っていうのは。 そんななにいい状態でもないんでも出てくるだからここの,そのさっきの,その再発の時もこの中に出た便の状態がやっぱ血がまちってると。<う>であの真っ赤な血だったりするとこのお腹のとこのストマ口そ出てる腸のとこがやっぱこういうとこに常にこう。 この中に当たってるもんで、そこが擦れて出ちゃうのかなっていうのも、あの、擦れて、血が出てっていう状態も考えられたんだけど、あまりにも出る量が、あの、要は普段の状態で血だけでここも、この、これくらい溜まってたっていう。出したら、あの、ああ、また下痢しちゃったと思って出したら便器に、であの、 血でも入ったかっていうようなどす<ー>黒い血がぴゃって出たのいやこれは何かおかしいぞっていうのがで検査したらアウトアウトっていう感じでそ,<う>えその再発ができたところは場所はどこなんですかそれは大腸大腸の中の同じ場所もき、ね、切ってるから、ね、その上ですよね その出てるストマ口からすぐの位置で一時期そのストマのところも癌みたいなそう出来物があってそこはあのよくこういうところにあるイボをあの取るじゃないですかあの液体窒素とかで取るように一回凍らしてジュッて取っちゃったんですけどやっぱ中にはもうできやすいがんができやすい状態。そこから 大腸カメラをそれ以降と毎年大腸カメラを入れるたんびに新しい大腸がんがもう見つかってるだからもう毎年大腸がんがただもうその時は初期段階なんですねだからポリープからもういつの間にかもポリープが大きくなってあのステージ入たらステージ1とか0とかっていう。 段階を、でもう早期発見も早期治療っていう。ことを繰り返したけど、ただその三十なった時は。まあダメージ、精神的ダメージはとんでもなかった。ありがとうございます。まあちょっと精神的なことは多分後でまた質問すると思うんですけど、うん、その再発をしてからどういう治療を。今されてるんですか?。あの。もう再発しても。取る。その度。 あじゃあ内視鏡で取っていく,ていく毎回,毎回ただあのなってるのがその大腸の中の内側だけなんですよねその30の時の再発の時はもう、うんえー、ちょっと大掛かりに内視鏡で取ったんですけどそれ以降の毎年のやつはもう大腸カメ,カメラで取れる、うん、うん っていう状況ですけど、まあ。で。抗がん剤をその時も取った後に。抗がん剤やる。って聞かれたんですけど、もう。抗がん剤。価値ないじゃん。って思っちゃったんですね。予防で。のつもりで。やった。抗がん剤がやっぱ。効かなかったんかなっていう。とこだったもんで。できずに。もう毎回取って。 こんな感じですかね。今再発をしてで内視鏡で取るとでまあ、の3時の時にいっぱいおあのいっぱいと、うん、大きくとったで毎年できる <laughs> 毎年がんができるから、うん、毎年がんを内視鏡で取ってると。で今、うん、今現在に、えー、そうしたら何か知らないけど膝が膝に左の膝にしこりが出てきて。 うつ伏せになっただけ激痛が走る状態で医者行ったら「ガンだね」っ <laughs> の時マジで医者に言われたのは要は膝関節があります皿がありますこの間にガンがあるんだけど要は柔道やって正座したりいろいろするじゃないですか。ガンが潰れて普通ガン細胞って丸くなるのが潰れてせんべいみたいに横に広がったのが。 皿の膝関節皿の間のここからこっちが、うん、要はこのってこの上のところこう,こういう感じで出てきたでそれに関しては放射線当てましたただまあ線ほんは取った方がいいとでもじゃあ取るってことはって言ったら切断かなっていう、うん、あの要はもう完全に取ること 考えるとその膝関節とこの中の,その関節とかのいろいろなことを考えると賃貸とかにもあるからでもやっぱそれは私の中では膝の足の切断は無理って思ってとりあえずでまあ今もをうは抱えてるけどまあ幸い 成長してないというか大きさはもうその放射線かけてかなりちっちゃくなっあ放射線はかけて。けど、うん、もうまあちょっと定期検診はしたりをしてるんですけどもその足切断しなきゃいけないとかいろいろあってもう癌も,う、ね、も,うガンもだって初めて聞きました癌がすり潰されてるっていう <laughs> 表現。<laughs> もう正座でね柔道をやられてるから癌が,がそれで潰つ,つぶされててもうもう癌も活動できないんじゃないですかね。そう思いたいけどね。ね。ありがとうございます。ねあれですね。ちょっと次あのえっ、ー、と画像をいただいているんで。はい。あ今のところ治療はそれだけでですか？そうですね。今は本当定剤診と治療とであの再発をいろいろしていたもんでその都度に放射線やったり。 えー、やっぱその放射線でがんをとりあえず抑えるっていう名目の抗がん剤の内服っ系のじゃあ毎年内視鏡を取りつつも内服もしつつ放射線もたその部位によって放射線もやりつつっていうところで。 じゃあ今がんはどこにできてるっていうのは自分でも把握できます？把握はしてます。あの大,大きいところでまああと細かいこと言ったらで先生言ったんですよ。ペット検査っていう話もあったけど、もうそこら中光っちゃうからで多分定期的にまあ年に一回はやった方がいいけど、じゃあここは見つかったからじゃあやりましょうってやると。 あの金ばっか出てくからとりあえず年、ね、1回ペットの検査とだから毎年下手すりゃ泊まりがけした方がいいんじゃないかってくらい、うん、あの胃カメラから始まって胃カメラ大腸カメラあの CT でやっぱ月あの本当治療が過密になっていくと週23回病院の方行って。 検査して同じよよううなで肝が色々違うんですよねやっぱ足の関係だったらあの整形外科の管轄になるしでさっきのやけどの方の関係の兼ね合いもあるんですけどやっぱ手術をすると全身やけどしてるもんでそのこの細胞がなくなるとやっぱ引っ張られちゃうもんで皮膚移植もしなきゃいけないとやっぱそうなってくると今度形成に行かなきゃいけないし本来の症 か外科医もあるしで喘息の方の関係もあると今度呼吸器も行かなきゃいけない大学病院だったんであの全部の科揃ってくれですだから先生が同じ月曜日だ月曜日盤で揃ってくれればいいんですけどあ月曜日行ったりあじゃあまた明日来ますで、ね、火曜日来たりっていう面倒くさいことをしてましたねうんありがとうございます今ちょっとねあのコメントできているのがえっ、ー、と 放置したら感染症とかになるんですかねっていうのが来てるんですけど、多分ストーマのあれですね、<ー>ストーマとか放置したら感染症とかっていうのは、あの要はこのバンっていうものを定期的に変えなきゃいけないっていう一つの理由が皮膚疾患なんですよね。あのずっとこれもで物によりけりなんですけど、使ってれば使って、これも定期的に変えなきゃいけないんですよで。持つのが大体まあ物によりけりですけど。 2日しか持たないこういうメンバーもあれば1週間最長で1週間っていう状態なんですよねなのであの定期的に変えないとこれがもう外れてしまうで皮膚状態もずっと同じものをつけてるっていうのは体にも良くないもんであの皮膚の皮膚トラブルっていうものは毎,、うん、もう毎日のように起こるのでやはり感染症あの腸自体の人工肛門自体の感染症っていうのはそんなに。 ないんですけその皮膚トラブルの感染症。可能したりっていうことはあるので。やっぱ常に清潔にしておかなきゃいけないっていうのは。ありますね。はい、ありがとうございます。はい、次ちょっとあの。その再発した時のですかね、写真をちょっと頂い,いているので、この写真を。はい、こちらになります。はい。この写真、まあ再発した時の写真という、これは何ですかね。あのー。はい、私が。再発。三回目くらいかな、はい、あのー。 開発をしたときにあの3回目4回目かときにやっぱあのちょうど、まあ、また後で話すんですががん患者支援のチャリティーイベントリレー・フォー・ライフっていうのに関わってるんですけどあのそれの仲間があの私を元気づけるためにあのちょうどその年のリレーが終わった打ち上げをやったんですよね。でその打ち上げをやった時にサプライズで 用意してくれてて、まあ、そこでも泣いてしまったんですけど仲間があのくれたあのメッセージカードですね。まあ、また「ディレイ o r l ライフについてまた後でど、はい、いっぱい聞きたいと思うんですけれども、はい、次家族のことっていうところで,ですね、はいはい、家族のことについてちょっとお話しいただければなと思うんですけど、うん、どうでした結構ねさあの本当にに大長官ステージ4っていう時に、うん まず本さんね、大将じゃなくてお両親が知ったっていうそうですねあの、思った以上にがんっていうものにやっぱあのうちががん家系なんですよねマジでマジあの、要はあの私のじいちゃん、ね、親父の方のじいちゃんなんですけど10人兄弟のうち何名かはやっぱ大腸がんかかってるんですよ。 そのまあ同じサバイバーでそのがんが原因で亡くなったわけではない人もいるんですけどやっぱ大腸がんだったり、えー、消化器系のがんになってる人が多いんですよね。で、えー、と私ががんになる2年前に親父の姉さん私のおばさんもやっぱがんになってであの同じ大腸がんだったんですね。 癌になる2年前に話したときにちょっとがんについて話をしてまあがんなっても、まあ、それはしょうがないよねってまあその時はですでもそんなもんでそのがんに対しての話はしてたんですでもう一つが本来だったら私は一つ間違い。 生きてなかった、そのが,がん以外でね。とていうのはその先ほども言ったやけど3歳の時にやけどをしたんですよね。でお風呂に落ちたというかあの私が落ちてしまったというかっていうやけどであの今は湯沸かし器から日本に設定したお湯が出てくるんですけど当時なんかもう三十何年前なんであのガスで沸かすお風呂なんですね。で かき混ぜしてもちょっと暑いとかいうお風呂に、まあ、当時、チ日ンチンになってたお風呂に落ちてで全身首下80%のやけどをして、えー、最初、行った病院では手の施しようがないから諦めてくれと親は言われたそうですで実際、私もあのショックから心停止を起こしたりでそこからの蘇生したりっていうのあったそうです。で それがたまたまで違う病院に行くとで今だったら高速道路もそこら中走ってますよねでもう一つあの今ドクターヘリもありますよねでも当時その二つがない状況で、えー、大学病院までその大学病院ががんでも治療してきた大学病院なんですけどそこに行って九死に一生を得るとなんで、あのー、家族とすれば やっぱショックだと思がんですよというものにショックだけどあの言われたのはやっぱ「お前がどうしたいかだよね」っていうことを常に言ってくれましたねだからあの家族が本当家族が言ってくんなかったらもうどうしようもない。 状態でであったののは確かですけどその家族がいてくれたからだしただその家族にもやっぱつらい時本当病気してすぐ手術をし直後ですねやっぱぜんそもあってその麻酔だ痛み止めだってなかなか効かなかった時にお袋に「もう痛くてつらいから殺してくれ」って息子とすれば最低ですよね。でも その時はもうそれを訴えるのが必死だったっていう状況もありますしいまだに親がいてくれるから本当にありがたい存在ですね。あじゃあ家族が本当に支えになってサポートしてくださったっていう形ですよね。いま、うんうんね、だにそうですもんかやっぱやっぱいろんなことで協力してくれる本当にありがたい存在ですね。 ぜひね本当にもう家族の方もね本当にこれを見ていただいてやっぱ今書きますあのなかなかねあの思っててもやっぱ態度で感謝に表れなかったりしてるんでそうですよね身近であればあるほど <laughs> 本当に感謝されてるらしいですよ <laughs> 感謝してます <laughs> ありがとうございます本当じゃあ次にですね次のところなんですけど恋愛 はいというところで、うん、今独身独身です独身何歳ええ三十五になります来月で三十五になりますもうそうそういい時期ですよね <laughs> はいもうそうそういい時期だと思うんすけどねあの彼女はいません <laughs> <laughs> なった時もいませんでした <laughs> ってことは <laughs> <laughs> あの昔見したよ昔はあの けど<な>あの何十年前ですか <laughs> 本当にね <laughs> 何十年前の世界なんだから本当にシャレ抜きして <laughs>、うん、けどどうですかじゃあ,あのその自分が今後恋愛するとかなった時にがんってこと言います言いませんまあ言わざるを得ない,かもしれない言わずをえないですしやっぱあのものが要はこの私がなった直腸肛門がんっいう原発のものがあの他の まあ、内面なんで切ってそこでっていうわけじゃなくて露骨にやっぱ見えるあの他のがんしてもそうじゃないですかやっぱ女性系のがんだったりいろいろながんで切って見えるっていうとこなんで、あのー、話さざるをえない内緒にはしきれない、うん、しさっき言ったみたいに毎年もうがんなるっていうのが状況だったらもうきちっとそこを理解してもらっての恋愛 ななるかなってもう,もうまあ普段からいろんなところであの自分の話はし,しちゃってるんで多分もう一番最初に「うん、でこの状況を出してそこでもいいの」うん、で極端なしその早期発見早期治療しててもやっぱがんになってるっていうところで死が近いましてはもう末期がんって宣告されてるから。 下手すればいつぽっくりいっちゃうかもわからない状態っていうのは本音の部分じゃいですかだからそこを踏まえてじゃあそこでもいいよって言ってくれる人がいればっていう感じですね、うんはい、ありがとうございますぜひねこれからもあの婚活パーティーに行ってほしいと思います本当に最近ね <laughs> 考えてないなのにあれば誰がいたら紹介お願いします <laughs> <あー> <laughs> 次仕事のことっていうことで,ですね。はい、まあ、あの、ここからサクサク進んでいきたいと思うんですけど。はい、仕事で、えっ、ー、と、介護士をされてたという話も出たと思うんですけど。はい、仕事は、じゃ、癌になってから、どうしたんですか。あの、まあ、最初、職場に、うん、まあ、最初行った時に。うん、あの、お前、何ふざけたこと言ってんだって言われたのが一番頭でしたね。あの、やっぱ、癌が、この年齢になるっていうものではないっていうのが、世間一般的な。 考え方だったんでまあ給食扱いにはしてくれたんですけどあの1年以内に復帰できなければもうやめてくれっていうのがもうスタートだったんであのなもんでそのなった当時の会社は、えー、もう退職せざるをえない状況だったんでやめましたね。 うんまあ一つはあの末期ガンっていうところだったもんで仕事よりも今後の人生だよねっていう会社の配慮もあったと思うんですよなんで、えー、仕事はその後辞めましたね、うんえー、結構、えー、もう柿本さん的にはどうなんですかそれは仕事いや やめまあ、もう本当とに、まあ、期願だったから仕事辞めて、うん、自分のやりたい保護をしたかったのかそれとも仕事を続けたかったのかっていうとあの介護の仕事に戻れるかどうかっていうのが全然見通しが立たないっていうのとやっぱ人工肛門を抱えたままできるのかどうかっていうところですよね。なもんでまあとりあえず辞めて治療に専念するしか ないいよねっていうのがうでとりあえず治療しに入りましたけどね。で今はえそこからどういうじゃあ仕事を辞めて治療に専念しますそこからどう復活していく今はちょっと去年の暮れに再発してまた治療しなきゃいけなかったんで今は就活してますね。 ああ今就活中なえけどそのまたやめてっていうことは何回か復活をしてそう要は復活してでずっと介護職なんですよねで介護の現場に行ったんですけど要はその30になるまではあの28の時に、えー、治療が終わりましたでそこで次の介護施設の方に就職したんですよねで2年ちょいか。 働いてる最中にやっぱ30での,その再発した時にやっぱ精神的な精神崩壊の方が先来ちゃってちょっと仕事とてもじゃないけできる状態じゃないところでやめたんですよねでまた治療の方やってまた終わって仕事ができる状態になったらまたあの介護の違う現場なんですけどで働き出した。で そこでもその去年の暮れの時にそれもちょっとあのフルで働けなくなったんですよね最初は生殖で入ってフルで働けなくて周りにも迷惑かけてる状態だったのでじゃあどうしようかいった時にまた再発でやっぱ精神的にもいろいろまあその時にいろいろなことが重なってしまったもんでプライベートでもでじゃあっつって 治療に専念しないともう今までその要は毎年のようにある状況で仕事をしながら治療してたんですねやっぱそこで体力も落ちてきたしもうここで一回リセットしてしっかり復活しないともうだらだらやってるわけにはいかないとで仲間にも迷惑をかけるわけにはいかないっていうところでそこの現場今退職をしてで、えー、と治療にしっかり専念しつつっていうのでで 半年で治療は全部終わったんですけどなかなか数値が上がってこなかったで数値が上がるっていうのはいい方向にいか,かないと要はあの低空飛行でずっと治療終わってるんですけど下がることはないんですけど低空飛行でずっと低い状態でやってたもんでじゃあここがある程度の OK ラインまで上がってくれなかったそれが上がったのは今年の8月だったもんで,、うん、で8月から今就活しつつ その就活する時はもう今そのまた介護職でもう先に言うんですよね自分は癌ですってことを。も言いますし癌ですし、えー、と人工肛門もありますとけどできますと。けどあのこういうことはできます。だからあの要は今自分自身もじゃ介護の本当の現場がそのまま戻れるのかどうかっていうところはちょっと模索中ですよね。できれば 事務系の方がいいのかもしれないし、そこはやっぱり、というのはやっぱり、ね、それだけの入浴会場がフルでできるのかあの夜勤ができるのかっていうところも含めて正直、ちょっとできれば介護、事務の相談員とかっていうところがあればっていうところで探しつつありがとうございます。はい、じゃあその次にお金ののこと 保険のことっていうところで、まああのそのお金とか保険保険入ってました？がん保険入ってなかったです。じゃあ全部自腹で。うん。自腹の部分もあったし、親にでほとんどが親に協力してもらったっていうのが本音ですね。うん、そうです、ね。お金どれぐらいかかりました？治療費。わかります。もう結構だって投薬して再発してってやってたらもう。うん ここ結構行ってるんですけど、えー、ただあの健康保険の方のあの高額医療制度,療制度、はい、あれを使っているのであの、まあ、そこを、まあ、月10とか行っても、うん、うまくそこはあの病院の方が。 ちょっとこういうふうにすればいいですよとかってあの結構市民になって相談乗ってくださってたので、まあ、それを使っても多分全部で5六百6 0 0とか湧ってるってことですよね。ねだからあの本当に親がいなかったら多分もう治療もせずにもうほったらかしにし,、うん、しとくしかないよねっていう。 状況でしたね。おやさまさまって感じですね。うん、本当にありがとうございます。じゃあ次辛い克服というところで肉体的につらかったことと精神的に辛かったことというところで対照的に肉体的につらかったことどう克服しましたかっていう。あの一番辛かったのがその術後すぐの時親に殺してくれ いっ,った瞬間うん、え、それは一回目の手術。一回,回目の手術、二十八歳の時の。この,の時はこの手術ですかね。<の>はい、で、その時に、あの、そのいった。殺してくれって言った時に、あの。お袋が。結婚式とか引き出物が入っている、紙袋。に。うんうん、を持ってきたんですよ。うん、で、そこに。千羽鶴とメッセージカードが。入ってたんですよ。うん 誰からの選抜鶴かっていうとうちの教え子からの選抜ルだったんですね。で,あのでその選抜ルには「回復回帰祈り」っていうのが一枚一に書いてある選抜ルが本当あってでメッセージカードには「道場で待ってます」とかあの「先生勝ち逃げ許さねえ戻ってきてもう一回勝負しろ」と。で 現役生だけじゃなく私の元から卒業してた子全員から当時のからのメッセージカードでまあわぁわぁ投げましたね感動してでその泣いた時も口とかいろんな管だってそれが逆流したりして大騒ぎになって <laughs> 大変だったんですけど <laughs> あのその時に、まあ、最初がんなって人工肛門になりますよって言ったらもう柔道もできないよって一緒に言われたんで柔道も諦めて。 あのまあ、子供たちも柔道もできないからっていう話をしたんですよねでもそれを見たときにいやもう一回柔道やらなきゃいけないもう一回復活しなきゃいけないっていう強く思ってそれまでああもう俺死ぬんだっていう意識が強かったんですけどもう一回柔道やるもう一回復活するっていうふうにあの気持ちがプラスになったのが1回目でえー だから肉体的にもそこが一つのピークだったんですよねやっぱり術後すぐで、うん、まあそれはそうですね要は肛門取っていてお腹も開いてるもんで一回体が貫通してる状態なんですよねだからそういう手術をしたのでつらかったしで、えー、精神的にそうでその30になった時に再発した時っていうのはもう肉体面よりも精神的に。 ダメージがすごくて。あのー、そこから。自殺未遂を何度か。精神的な時。え、再発の時は精神的に来たっていう、ね。自殺、うんうん、未遂。うん、しましたね。あのー、漫画みたいな話なんですけど。あの、木に木。紐作って、首吊りしようと思ったら。あの、枝が折れて。できずに。本当、漫画みたいな話なんですけどね。まあ、体重かったのかなっていう。 そこまででったんです、ね、でそれもやりましたしでネットで調べたら手軽に自殺できる方法でタバコを食べればタバコ1箱 10, 10本の中20本の中入ってるじゃないですかあの1箱をわざわざ煎じてカプセルに入れて飲んであこれで死ねると思ったらゲーゲー吐いてえらい辛い思いを。逆逆にね、うん、逆にね なんか口になんか管入れられて居洗浄しなきゃいけないっつってもうお騒ぎになってってこともやりましたし練炭、えー、自殺もしようとしました練炭で車の中でってやったらそれが、あのー、見つかってあのお巡りさんに見つかったこともありますしお巡りさん<の>えど,どういう状況えあの要はちょっと下遠くの駐車場行って、あのー、ドア閉めて練炭ンンつけて。うん 密封しないといけない。だから、そんなこと全然考えなかった。<ー>だから、とりあえず、もう、レンタ、や、やれば、眠るようにいけるんだろうなと思ってもう。あ、もう、もう、もう、無理、もう、無理っていうところで、そうしたら。あの。うん、夜ですよ。あの、高校叩かれて。何やってんだって,って。要は。助手席が赤かった。ですよね。そっか、レンタ、焚いてるから。ね。見つかって。で、怒られ。ね、ここで三枚焼いてますけど。やすい,い,やい,やいや、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 私。<laughs> もうそんな、ね、だからそういう中でもうどうしようもない状態だったんですでそれを救ってくれたのが患者会の存在だったんですよえ、うん、もう精神科にもかかって薬も飲んでますっていう時に、うん、そこのいつもかかってる病院に、うんえー、患者会があるとでそこで患者会初めて行ったんですよねでそれまでも患者会行ったんですよ 言っても大体、だいたい患者が行くとあの60歳以上のおじいさん、おばさんたちばっかでああ人生の先輩たちがね大先輩たちが、まあ、がんになるのはそこら辺が多いと、うんうん、で若い人にいてもその家族だったりっていう状態の中で,で自分、介護士ですっ、ね、て話をするとがんなっても介護って面倒見てもらえるのかっていう質問されてたもんでなかなか。 うまくくいかなくてで患者会でその病院の患者会でオール女性ですよ10人私で10人で長野で長野の、うん、本当松本の病院の患者会ででその時に話を本当親にもしたことない話本当辛くて辛くてっていうその今までの話をしたらあの人生あのお姉さん方が一緒に泣いてくれたんですよ。うん、願書違うんでですよでも一緒に泣いて 私もこうだよねっていう話をして初めてその吐き出せたっていうところでプラスに変われたんですよねでそこから今度は松本で「リレー・フォー・ライフ」っていうイベントをやりますサバイバーの皆さん是非参加してください協力してくださいっていうのを今の実行委員長がテレビで出てああじゃあこういうのもあるんだっていうところでえー リレー・フォー・フフォライフにも参加してでその後に若年性がのあのスタンドアップっていうところにも出会えて入ったらそうしたら今度そこに同世代本当同い年のメンバーがいてくれただから本当精神的にそこからどんどん回復してったらいつの間にかいろんなところでそのがん患者のイベントとかあの今回の。 そうですけど、こういうところで話をするとかっていうそこからもがらりと変わっていっただそこで克服ちょっとできたのかなっていうのは、ね、今、コメントでもね、わかる患者会本当大事って書いてあっぱそうなんですねいやいやそうですね。次の話題になるんですけれども、はい、次後遺症というところでまあ,あの、いろんなね、もうこ,のこれをやってる時点でねもうあの、うん 人工肛門なでそので後遺症もあると思うんですけれども、はい、何かの後遺症について例えば性機能だったりとか、うん、いろんなところで何かあったりとかしますかね今言った一番はあの性機能障害というかもう立たないもんでえ、うん、あ僕知らなかった <laughs> そう時に 鼠径リンパ節右鼠径リンパ節腸骨リンパ節で神経に絡まっちゃってて傷つけなきゃいけない状態だったんですねで、えー、それと同時に泌尿器障害もあるのでかろうじて左の鼠径リンパ節1個で持ちこたえてるただドクターは5年経っちゃ大丈夫だよって言ったけど今7年経っても同じ症状なんでまた相談したら うん、もう無理だね実際あの薬も試したりしたけどだめってことはもう、うんえー、結構これこそへこんなへこんなですよねだからあのそこをこ本当に今克服してますかって聞かれたらあのしてませんっていうのが本音だからあの やっぱそこはね男だから困っちゃうしじゃあどうするっつってもどうしようもなんないしだから、まあ、そこが一番でかい後遺症でそれ以外にもやっぱこの人工肛門の関係の皮膚障害だとなんだかんだで,で詰まったりもするし食べ物でも詰まるしであとはあのむくみやっぱリンパ節を取ってるもんでリンパ浮腫。あの っていうのが特に最近強くなってるかなっていうのをやっぱその辺が後遺症としてはどうしても。うん、そうですよねだしあの多分その患者会とかに出会ってなかったらその30の時にやっぱ患者会だったりいろんなこういう仲間たちに出会ってなかったら。 多分私はそのまま死んでただろうねで。なおかつもっと言うんだったらその柔道というものがなかったらもうそこの30まで生きられないよというのをドクターの言葉通り死んでただろうしじゃああれですねあのじゃあお子さんを作る時はもうあの睾丸から摘出してね。うん、多分ただねその子供もねあね遺伝子 検査をしたんですよ。あの地元の臨時検査したんですか？やりました。あの試験でね。初めて。はい。そうしたらあの今大腸と乳がんに関しては、うん、あのこの子供とかになる確率とか分かる状態なんですよね。そうしたらどうでした？うん、アウト。だからアウト？ってのは子供を <laughs> 私が結婚します子供を作りますじゃあその子供に癌 かなりの高確率で。癌になる、なる率が高いっていうのが出ちゃってる。だから。あのさっきの恋愛ので。あの彼女欲しい、欲しいですよ、欲しいですよ。けど、そこの結婚うんっていうところに臆病になってるのは。事実かなあ。きついっすね。だって。子供作ろうと思ったら、子供癌になっちゃうってな。分かってて作るって、うん。 ね、だからあのただ実際問題あの子供欲しいか欲しくないかって言ったら欲しいよそれは。れはただ欲しいけど幸いなことに柔道というものがあってあの本当にいろんな子供たちと接してるで私のもとから卒業してきてる子供たちもいる生徒たちもいるっていうところの環境にいるもんで。あの 親には申し訳ない親には申し訳ないけど子孫残せなくてごめんっていう気持ちなんだけどあの、まあ、自分のこうまあいなくてもこいつらいてくれればいいかなっていうその救いなんですよ、ねうん、そうだからでその遺伝子検査の中でその大腸がんが毎年できるっていうのももうその遺伝子用でも 遺伝子上でも大腸がんができるもう毎年もできる遺伝子があるっていうような感じえ逆にそのじゃあ大腸がんが分,分かるってなって、うん、じゃあだからその抗がん剤も今進歩してるけどそこまでピンポイントでじゃあもっと良くなるよとか入れればどうなるよっていうのが 今後出てくれば当然試すしただ今の現状でじゃあいいようんぬんっていうのはだし自分の中でもありのままを受け入れる、うん、そのこれ以上金かけていろいろ治療するよりはやっぱこうやって自分の経験談を話したりとかそ,のそこで死んでしまったら親には申し訳ないけど周りにも申し訳ないけど死んだらそこまで。 だけど、そこまで俺は必死に生きるだから昔みたいに自分で命を落とすことはもうするつもりもないしあのしないしただ、そこまで必死に置いてだから毎日毎日がまあ一つの勝負と思って出ますねありがとうございます。うん、じゃあ,あの、その性機能と、まあ、あの人工肛門というのが主な抱負、うん、とうリンパ浮臭かな 反省、まあ、あと数項目なので、はい、もう少しお,お付き合いください<ー>反省というところであの時こうしておけばよかったなっていうところもうちょっとあ、これはブラックユーモアですよあの、うん、もうちょっと硬いあの折れない枝にしとけばよかったなとかああうんあの <laughs> い,ろいろいろありますよ <laughs> 要はあの、優しくしてくれた看護師さんにちょっともうちょっと口説いとけばよかったかなとか <laughs> あ、うん、<laughs> もあるしあの もううちょっとあのなん,なんだろう一番やっぱりねその恋愛とかもうちょっとあの弱いところ見せてあの大丈夫ですよなんて言わなんであのそこの隙につ、ね、け込むような,あのいかなくどい方をしてもよかったのかなとか<ー>いろいろそのテクは持ってるんですね、うん、どうだろうね <laughs> <laughs> それはここでは言えません <laughs> あほか,ほかありますほか やっぱあの、まあ、反まあ反省といえばもっとあの素直に大丈夫だよって言わなんでもっと素直にいろいろ俺もうここダメなんだよああなんだよって言ってくれば言っとけばもっと良かったのかなっていうのと、うん、やっぱまあちょっとガチ反省で言えばちょっとがんに甘えすぎてたかなっていう部分も自分がやっぱがんだから ここはできなくてもしょうがないなっていうふうに思ってた時期もあったからいや、そうじゃないっていう今はいろいろチャレンジしてやってはいるんだけどやっぱそういうところですかね。はい、ありがとうございます。今、がんに甘えないっていうう、ね、大将に言われたら何も甘えれなくなっちゃうんですけど <laughs> <laughs> まあけど全然甘えることを<う>してもいいんですよ だから対処の場合はそうあの要はがん、がんだからその仕事面ですよね、がんだからって周りがいいよ、そんな無理しなくていいよっていうこ甘えてしまった時期もあったんですだからあのや,めやめたりとかっていうところもあったから、あの辛い時とかは当然、周りに甘えることすごい、っていうかむしろ甘えなきゃいけない辛いから。 あのそこで意地張ってもしょうがないから、だけど、やっぱある程度動けるようになったときに。あ,あ、自分は癌だからしょうがないよね。ここまでできなくてもしょうがないよねっていうのは。まずかったよなっていうのは。ありがとうございます。はい。次、医療従事者への感謝要望。あの。と。どうくった、あの関わってくれた先生たち、ナアさんたちには、もう私は感謝しか。ないですね。で、中には、その。 の3歳の時からの先生も今回このやけどした後にも相談に乗ってもらったりはしたんで要はがんの手術しましたで最初の時手術して鼠径リンパ節取ったら右足が結局そやけどに突っ張っちゃって伸ばせない状態になったんですねでその時にその最初に手術してくれたからずっともう30年以来の先生に相談したらじゃ皮膚移植を。 でじゃあ,あのそこの大学病院かかってるんだったらそこの病院でできるように手助けしてもらったりしたんでで,で病院大学病院の先生たちいつ休んでるのってくらい主治医の先生だってやっぱそれなりにポストにいる先生だったんでが毎日絶対どっかで顔出してくれるんですよねもうどうだあもうねやっぱあの先生たちや本当ナースさんたちにも感謝ですねであと 要望,要望といえば、あの。まあ、忙しいのは分かるんですよ。先生ですっごい忙しいんですよ。なさるの忙しいんですよ。なんだけど。一日、例えば、その時の一週間、週に一回くらい、その五分ないし、十分でもいいもんで。あの、ちょっと。話を聞いてもらえる時間があるといいかなと。はい、ありがとうございます。はい、あと、もう、す、十分少々で。はい。 あのお時間になるので次キ,ャンサーギフトキャンサーギフトってあれですねがんになって得たことを得られたものっていうことなんですけれども、うん、あの一番は失ったものもありますがんになってあの臓器だったりいろいろ失ったものなんですけどそれ以上に得たものそれがやっぱ一番は仲間だったりその絆っていうのがすごい得れたかなってがんになってなかったら多分こういうのは。 なかっただろうなっていうのがありますね。そうですね。その次の写真になるんですけど、写真がこちらですかね。はい、はい。はい。それがはい。やっぱ一番が今私の人生の中で結構占めてるのはリレー・フォーライフ、リレー・フォーライフジャパンっていう活動なんですけど、がん患者支援のチャリティーイベント。あの日本全国で今年なんかも四十七か所八か所。 っていう中でやってるんですがます、あ、今ちょうど今日着てるのもあのリレー・フォー・ライフ・ジャパン新春・松本の T シャツを着てるんですけどやっぱりあのこの仲間たちと出会えたことっていうのが何よりも私の中では大きいですねリレー・フォー・ライフって軽くもう本当に30秒ぐらいで説明するとがん患者支援のチャリティーイベント、ね、あの24時間がんについてその時考えましょう。また がん患者、がんで亡くなった人たちを追悼するフルモですで。そこであのチャリティイベントなんで募金なんですけど、集めたお金でがんの研究やがん患者支援けん研究とかあとがん検診、早期発け早期治療のことをえっと皆さんに広めていく運動ですね。ありがとうございます。まあ、こうやってあのですね、竹本さんこう元気に外に出られていたりだとか、はいはい、あとは これがリレーエフォーライフの仲間たち。そうですね。すねあの私の道場のチームで参加した時の写真ですね。ねはい。いんみんなで柔道着着てあの歩いて参加しっていう形ですね。ありがとうございます。はい。なのでキャンサーギフトは本当にこういった仲間たち。そうですね。仲間ね。次あのあと二項目。はい、おすすめ情報何かあります？おすすめ。おすすめあの。 地元なんですけど、私は安曇野市から来てるんですけど、あの、これからの時期、あの紅葉がすごくいいんですよね。で、えっ、ー、と、雪が結構早く、山の上、北アルプスがあるんで来るんですけど、やっぱアルプス上の方は白なんですよ。白、白から今度紅葉の赤や黄色やオレンジがあって、その下にまたちょっとあの、まだ緑が残ってたりっていう、そのコントラストがきれで、青空だとかいいもんで、ぜひね、あの、地元の方に。 であの紅葉とか旅行とかねあのいい温泉もあったりいろいろするんでぜひあの安曇野市とかあの、ま、長野県あの遊びに来てもらえればなというのがおすすめですかね、はい、ありがとうございます。はい、で今闘病中の方へというところでこちらですかねあちらのちょっとカメラに、はいはい、これをはいこれいいですかねなんて書いてるんですかね一、えー、人じゃななかったたみんながいてくれた だから頑張れるこれもあの「がんが腫れると」と、はい、だからよく我々サバイバーの頑張「頑張るれ」「張れよ」って言われると「これ以上何頑張れ」って言うんですけど、はい、いいですか私はあの「がんが腫れる」から「頑張れる」私が活動していることとかこういうふうに皆さんに今日出会えたこととかもそうなんですけどいずれは絶対がんは腫れるだろうと思っているんで「頑張れる」。 だから一人じゃなかった一人悩んでいる方いらっしゃると思います、周りにあの同じような人もいるかもしれないです、一人悩まずあのみんながいてくれ、みんながいるんで、ちょっとあの今、ね、ネットとか復旧してるんであのそういうところでも調べてもらったりして、あのぜひ一、ね、人悩まないんでほしいかな、私は一人悩んでて自殺未遂、うん、したんで、そうじゃなく、えー、いろんな人がいると。 だからみんながいてくれた。だから私は頑張れるしいつかがんが腫れるということを信じてやってますんで皆さんもこれが私からの一言ね。う言。そうですねやっぱりこうやって、ね、やっぱ自殺未遂経験もある大将の言葉っていうのはかなり深く。あの 刺さるかなと思うんですけれども、やっぱり一人で悩まないっていうのは大事ですよね。なので、一人で悩もうとな、悩むかってなったら。まあ、あの電話でね、元相談のところに電話してとか。ねうん、なんかそこら辺にね、あの。ユーモア、ブラックユーマーですけども、痛手にしまくってもいいわけですよね。まあ、ね、<laughs> もうね,ね。あの。何より構う必要ないと思うんですよ。辛い時はやっぱ辛いですし。 ありがとうございます。いいお言葉をいただきました。いいはい、もう残りも少なくなってきたので。はい、今日のあのゲストは大将だったわけなんですけれども、あと次のですね。ガンノートの紹介をさせていただいて、ま、締めていきたいと思います。次のガンノートはですね。10月25日の日曜日にちょっとあのえっ、ー、と今回次の放送は夜ぐらい。夕方か夜ぐらいをちょっとまだフィックスはしてないんですけれども、えっ、ー、と企画していますと。 次はですね、あの次も大物に筋肉師の関口君というです、ねえー、と僕と為の好青年にはなるんですけれども彼もオストメイトをつけていてなんか今月オストメイト月間がかかなんですかねそうですあの昨日がワールドオストミーデーというあの世界での,あのオストメイトについてあの知ってもらおうとなかなかあのオストメイトのことをあの知ってるようで知られてない。 これのこことですねればっかりじゃなあの人工膀胱の人もそうなんですけどよくあの高速とかのトイレにあのお腹のところに十字がついてるはいる、はい、オストメイト用のトイレとかがあるんですよね、あのそれについてもあの普及したりちょっとあの、ね、オストメイトのことを知ってもらう、なかなか医療従事者も知らないという方がいるという話をちょ,っとちょうど昨日もそもイベントがあったんですけどということも分かったのでいや医療従事者知って,てくださいというような話もありましたけど。そうですよね いや僕もようやくあの多目的のお便所の方であのちっちゃいあの何ですかあの水を流すやつが、ね、<の>シャワーがついてる、ね、シャワーついてるのがや、うん、僕最近初めて知りましたねあこれ用なんだと。そうですねとかあれなんかあの座れない人用が立ってするのかなぐらいで思ってた、ね、本当にそうですねあの一般的にやっぱねそういう方が多いのが現状ですだから。 でこういうあのストミでもそうですし、あの私なんかちょっとそういう時に本当にあの今日こういう風にちょっと、ね、あの皆さん知っていただければ幸いでしたありがとうございましたありがとうございましたそういうゲストをねあの入れてちょっとパーティーっぽくしてね夜なんでちょっとやろうかなと思っています、うん、でそういった形でまたあのこのガンノートも YouTube とかにもアップしていったりするので YouTube のですねチャンネル登録だったりとか Facebook ですねもうやっているので Facebook にいいねとか押してもらえると。 すすごくすごくく嬉しいかったりするので <laughs> また、はい、見終わったらよろしくお願いいたします。というわけで今回のがんノートゲストは大腸がん、えー、直腸肛門がんの、えー、柿本聡さんでした。ははいいじゃババイイ